ろかです。はい、着きました、平塚駅です。今日はですね、 J リーグ第6節湘南ベルマーレ対ガンバ大阪の試合となりますので、私こちら家からちゃんと来てきました。キックオフ15時なんですが、今日は余裕を持って2時間前に着きたいので、12時半くらいですね、今着いたんですけれども、あ、12時45分か。ただね、あの直通バスの運行が試合2時間前からっていうことで、ちょっと15分ほどこの辺りで時間を潰したいと思います。昨日浦和が柏に 3-0 で勝利しまして、本当に4連勝なので、もう嬉しすぎて昨日帰ってからビール飲んでポテチ食べて、ハーゲンダッツを食べながらあのダゾーンとかそういうのを見ていたら、もう深夜2時半とかに寝ることになりましたもんね。今日めちゃくちゃ寝不足なんですけれども、楽しみたいと思います。そして今日めちゃくちゃ天気が良くて、見てください、この感じをすごくないですか。もうね、暑いんですよ、めちゃくちゃ。先週先々週とすごいずっと雨だったので、ね、なんかすごく晴れてるのめちゃくちゃ嬉しいです。お花見日和っていう感じですね。あの早速湘南なので、いろんなグルメを楽しみたいと思います。そして今日はやっぱり注目はですね、なんといっても移籍した小野瀬選手です。私小野瀬選手のやつを今日着てきたんですが、小野瀬選手、そしてこちらのキーパー谷選手になったらね、よりより熱い試合が見られると思いますので、なんかもうチケットも結構売り切れていて、なので本当に取れてよかったなと思っています。もう今日はね、全力で楽しみたいと思います。ではスタジアムに向かいます。桜が咲いててすごいお花見をしながら楽しめます。最高ですね。すごいキングベルのあのでかいやつがある。早速スタジルゾーンにやってまいりました。今日はね、とりあえずまたビールから買いたいと思います。もうね、2時間前なんですけど、結構すでに並んでますね。やっぱり早めに来ておいてよかったです。ね、すごい今日の限定があるので、この限定を、クラフトビールで650円って安いですよね。サイスタってとか、なんか国立とか900円するからな。めっちゃありがたい。不意に花見ができました。最高。チェダーチーズに温玉トッピングです。すごい。メイン側初めて来たんですけれども、だいぶ眺めの良い上の方の席となっております。本当に暑いし、ビール飲みすぎて酔っ払いました。どんだけ食うねんって感じなんですけど、あのちょっとね、ごめんなさい、見え方があまり良くないんですけど、あのクロワッサンシューを買いました。ピスタチオ味です。なんか通常の味とかだと本当にすぐ売り切れちゃうので、もうね、2時間前時点でほぼ売り切れてたので、あのぜひ欲しい方早めに。ちなみに普通のやつが600円で、こっちが800円です。ピスタチオ味が800円です。うん、もちもちしててめっちゃ美味しい。白のユニフォーム、ガンバ大阪スターティングライン、背番号99、谷光成、背番号3、アンダリ、
Thank you.
ブルハーフタイムエンターテインメント。スタケリスペシャルで企画第1回平塚ケリー杯ショーンベンバル選手権を行います。この競技は湘南地域の最速マスコットを決めるべく、平塚ケリーの公式マスコットウィンディー君一家からの挑戦状を受け、直線およそ 50m を湘南、皆さん準備よろしいでしょうか。参りますよ。お気がかけないようにね、よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。1、2、3、4、5、レディー、ゴー！キャンディー！ちょっと、もう一人ゆったりとしてしまうので、さあ、キャンディー！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 今、一緒にキャンディーちゃんでしょね。これは、やっぱどうですか？キャンディーちゃん、あれ、キャンディーちゃん、今ゴールの間にメディングに来ました。キャンディーちゃんがその間にはゴールです。それで金メダルが2番手、そしてウィンディー君が3番手、そして、ね、サンディー、そしてお父様ヘアリーがね今優勝。
して、4-1 で負けてしまいました。結構ちょっとこちら側のミスが目立ってしまって、ちょっと内容としては本当に、なんかブーイングの意味がめちゃくちゃすごくわかるというか、結構厳しい試合でしたね。これはというか、心配になってしまうんですよ。神井選手は、サービスを受けた関東鉄道による岩田切様に、東京の前を渡ということで、急いでみんなの応援、そして左手にいて、そして情熱で勝利を果たすことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、どうでしたか。私のカメラも、忍者ポーズ。ね。そう。たくさん試合やってみて。ね、本当に。ありがとうという、本当にパワーいただきました。外力は3点の時に、生体を吹き飛ばしました。